こんにちは、うまかつです。フェブラリーステークスグレード1と、前頭追い切り評価やってまいりたいと思います。まずは、高相場の傾向でございます。JRA のダート重賞勝利馬が連帯率 18% と高相しております。2点目、500キロ以上の大型馬が連帯率 16% と優位になっております。そして4歳馬、5歳馬が信頼度高めでございます。さらに前走が JRA の重賞レース組、こちらを軸候補とすべしと。最後、ミスタープロスペクター系が連帯率現在 21% と良くなっております。これらを本番の馬券予想に活かしていきたいと思いますが、まだ、枠順発表前でございます。想定人気順にですね、追い切り評価ご紹介していきます。まずはウィルソンテソーロ A 評価。ミホのウッドコース2頭合わせでピッチ迫力ともに文句なしと。ラスト1ハロン 11.5、 1周前のウッド2頭追い合わせは、手綱引いてね、折り合い重視の調教していたようですね。続いてオメガギネス A 評価。ミホのウッドコース2頭合わせ内側追走から馬なりで併入しておりました。ラスト1ハロン 11.3、 1周前のウッドコース単走は馬なりだったんですけれども、若干ね、見た感じ姉妹伸びかけていたよう、伸びがね欠けておりました。続いてレッドルゼル B 評価。ドゥラエレーデ B 評価。ハガノビューティー B 評価。キングズソード A 評価。レッドのウッドコース2頭合わせでした。姉妹強く追ってね、伸びておりましたね。ラスト1ハロン 11.6、 1周前のウッドコース単走はね、見せ鞭使ってたんですけれども、伸び案外という感じでしたね。そしてサンライズフレームは抽選漏れかな。ガイアフォース A 評価。立冬の販路単走です。馬なりで好タイムですけれども、こちらの馬ご存知、初ダート、どうなんでしょうかね。とはいえラスト1ハロン11秒7とは本当にいいタイムでしたね。一周前のウッドコース3頭合わせも元気な走り見せておりましたんで、引き続き好調だろうと思います。続いてドンフランキー A 評価。立冬のポリトラック2頭合わせです。池添騎手鞍上で姉妹仕掛けて力強い動きでした。ラスト1ハロンは11秒1と。休み明け1月24日から調教再開しているんですけれども、ちょっと見た感じ乗り込み量少ない、なぜなら骨折明けということで、こちらも心配な一頭、来るのかな来ないのかな、気になるところですね。続いてイグナイター A 評価。園田のダート単走でしたね。姉妹仕掛けて動きは悪くなかったと思います。ラスト1ハロン 12.2 秒、立冬の販路コースもね、高度計でこなす実力あるんで、イグナイター楽しみだと思いますね。ペリエールは、抽選漏れ。シャンパンカラーは B 評価。ミックファイヤー B 評価。セキフー B 評価。アルファーマム A 評価。立冬の販路単走です。重たい助手を乗せてね、もう本当に販路を精力的にこなしておりましたね。ラスト1波の 12.2 秒、悪くないと思います。前走の疲れ回復したとは思うんですけれども、まあ正直上がり目までは期待できない印象。ジャスティンカフェ抽選漏れ。ペプチドナイル B 評価。立冬の販路単走でね、ダメ岡雄介鞍上も動きが重たい感じでしたね。サンライズアリオンも抽選漏れ。サンライズホーク、サンライズ2頭を揃って出走除外と。
続いて空手、こちらも芝の馬ですよね。 B 評価。レディーバグ、抽選漏れ。スピーディーキック、浦和所属の馬なんですよ。調教データなしということで申し訳ないけど C 評価。シャマル、抽選漏れ。で最後ベルダーイメル、ペイシャエス、献身校ともに抽選漏れですか。ということで以上追い切り評価でございました。上位陣はまあまあ堅実かなという印象でございますね。まあその辺も、前日予想、今週金曜土曜と2日間行います。ニコニコ生放送、現在ねアカウント作らなくてもいいし、もちろん無料で視聴できます。よろしかったら動画下の詳細欄のリンクから遊びに来てくれると嬉しいです。ということで今週も皆さんお気張りやすー。